アローーこんにちはパーカッーションの高です今回はパーカッションの皮を染めるというですね、いつも以上にマニアックな内容となっておりますけれども、これがね、めちゃくちゃ面白かったので、もし興味ある人とかね、えー、自分もやりたいというような人いたらと思いまして、えー、工程を動画に収めましたので、えー、順番に見ていきたいと思います。それでは行きましょう。まず使う道具ですね、えー、染料。今回クラフト社のクラフト染料、コードバーンっていう色のものを使いました。 あと水ですね。これは普通の水道水で、色塗るための刷毛と、染料を入れるボール。これは何でもいいと思います。あと、いらない T シャツを使っています。はい、工程としては、まず皮を濡らす。軽く水でね、濡らした方が色が入りやすいと。はい、ボールに染料を入れて、刷毛で塗っていくというところですね。 まあ偉そうに言ってますけど僕も今回初挑戦なのでもうビビりながらこう塗っておりますねはいでこの染料を最初に水で希釈する方がムラになりにくいということだったので希釈したんですけどもえ結論から言うと結果から言うとねこれもっと希釈した方が良かったですね今染料の3倍ぐらいの薄め具合なんですけれどももっとえ5倍とか6倍ぐらいの 薄い色から塗っていった方がより綺麗に仕上がったかなと、えー、今から見ると思います。はい、これちょっっと色がまだ濃すすぎるっていうことですね、はい、で重ね塗りをすればするほど、まあ、当然この染料が入っていくので色が濃くなるといった感じでもし薄い色に仕上げたければ薄く塗って濃い色に仕上げたければ何回か重ねて塗るという感じです。はい ひとまず、えー、ジャンベ、ヤギ側ですね、こんな感じに仕上がりました。はい、で同じくこれもヤギ側なんですけれども、えー、これはね、LP のジャンベの皮ですね。はいえー、これは、ね、ヘッドだけ、えー、単品で手に入ったりしますので、まあ、最悪失敗してもいいかなというつもりで、はい、結構強気で塗っちゃってますね。これももっと薄い色から始めてもよかったかなと、えー、今は思います。はい ジャンベの皮はね薄いのでこういう風に水分を吸うと結構ね皮が歪んできちゃうよれてきちゃう、えーまあ、簡単に言うとねブヤブヤになってきちゃうえー、ですねでこの縁が結構浮いてきちゃったのでこういう風にねはい洗濯ばさみで止めるとい、えー、ったことをしましたはいこれはねダラブッカ本革のダラブッカなんですけど魚の皮ですね 魚の皮もはいさっきの灰色みたいな色からちょっと茶色っぽい色にしたいなと思って塗ってみましたはい続いてこれはボンゴの皮です LP のデフォルトのボンゴの皮でえ水牛の皮ですねまあ大体今ガボンゴの皮ってこういうちょっと黄土色というかえ黄身がかったような 色だと思うんですけれどもまあもうちょっと濃い色にしたいなと思いまして今回ねえ塗っていきましたはいえー LP のボンゴの皮裏面もね軽く塗ってはいこんな感じですねまあもうちょっとこれも薄くてもよかったかなっていうふうに思っておりますけれどもまあこの時はね 塗るの楽しい。染めるの楽しいってなってますね。はい。あ、で、こんな感じになりましたね。これで乾かしていきます。え続きまして、これはコンガの皮。これも水牛の皮ですね。はい。もう、この頃になるとね、もう慣れてきてますんで、もう、ちゃっちゃちゃちゃと、さっささっさとやっております。はい。慣れたもんですね。これぐらいの色合いが一番いいかなと思いました。もう、軽くね、え2回かな。 2回重ね塗りした程度で軽く色味が出るのでえ2回塗ればもう十分っていう感じでしたね。はいいい色だと思います。これを乾燥させて1に刺ったものがこちらでございます。ここから色止めとしてレザーコートっていうのを塗っていきます。色落ちとかえ防ぐねものなんですけれども。 こういうい牛乳みたいな色をしておりまして、まあ、これを塗ることによって色落ちしなくなると、はい、今回つや消しマットというのを使ったんですけれども、まあ、これを使ってもね多少はつやは出てしまうと、えー、いうことらしいですねはいちょっとまだこれ塩梅がよく分かんないのでどれぐらい塗ればいいのかなっていうのをね探り探りやっておりますはいでこれも結論から言うとちょっと塗りすぎたかなっていう感じでもっと薄くても っったっていうところですあと刷毛をこういうふうにね使って塗ると結構これがムラになりやすいということが後から分かりまして、えー、布 T シャツとかねいらない T シャツとかに染み込ませて塗った方が良かったですねはいそれでは、えー、乾燥させて仕上がりを見ていきますこんな感じになりましたどうですかなかなか良くないですかこれ手前3つはねステアヘッドっていう牛の皮 なんで、えー、これだけ色味が違ったので、まあ揃えるために今回この均等のねバッファロー塗ったんですけれどもはいいい感じ揃ってね大変満足でございますはいバランスいいでしょこれはい続きましてボンゴですねはいこちらむちゃくちゃ渋く <laughs> なりましたちょっとね色濃すぎたかなっていう気がしないでもないんだけれどもそれはそれで渋くていいんじゃないかなとはい こちらは本革の魚のねダラブッカです本革のダラブッカはこのようにまあライティングして、えー、光をね当てることによって乾燥させたりするんですけれども光を当てた時の色味もいい感じのね大になってこれも仕上がり大変満足ですはいはいこちらジャンベでございますこれはねかなりムラなくきれいに染まったかなというところですねまあモカチョコレートみたいなね 美味しそうとか言われちゃったりしてはいこれは皮だけではなくてね、えー、周りも縁も塗ったのでかなり統一感がある仕上がりになったと思いますはい最後これジャンベ lp、えー、のジャンんですねこれね途中でこうグラデーションがあった方がいいんじゃないかと思い直してですねこの真ん中の部分だけちょっとね色を落としてこすったりして、えー、このように色あせた加工、えー、グラデーション加工にしてみましたはい はい。というわけでいかがでしたでしょうか、えー、僕のような素人でもね、かなり簡単に染めることができました、えー。で、染め物面白いなって今なってますので、また今後もいろいろと染めていきたいと思います。はい。でこれね、見て興味出た方、ぜひやってみてください。全部の、まあ、パーカッションの皮はね、同じカラーで統一するっていうことも可能ですし、染料の種類もめちゃくちゃたくさんあるので、一、まあ、枚一枚ね、えー、違うカラーにして、まあ、カラフルにするっていうこともできると思います。まあ、個性を出したいというね。 方には特にうってつけかなと思います今回使った、えー、材料などはですね概要欄に載せておきますまあ、全て使って、えー、買ったとしても1000円前後で、えー、揃いますのでまあ、非常に気軽に楽しめる趣味というか、えー、気分転換、えー、またイメチェンになる、えー、作業かなと 思いますので、興味がある方はぜひやってみてください。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッション情報大変マニアックに発信しております。えー、普段はね、普通にパーカッション叩いたりしておりますので、ご興味ある方はぜひチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。